44番の滝田新之助、ジアダムレット34番の今橋優、ジアスダムレット30番の西尾大地、ジアニバンゲット7番の星敦樹、ジア3番ゲット12番の清吉光大、ジア4番ゲット29番渡辺健吾、15番ゲット11番の林土井、16番ゲット31番の宮古亮が、17番ゲット32番の吉田薫、18番ゲット19番の三島雄大、19番ゲット23番の菊池博隆、20番グリッド36番の吉村渡、21番グリッドは17番の楠田明宏、22番グリッドは35番の青木朗となっています。エクスターティー隊列は10コーナーに入っています。22台のマシンで争われるエクスターティー予選ヒート、ポールシッターは3番の宮城俊介、レッドシューナーからドラッカーズリーマスターズを決めました。さあ、全車1、2個はクリアをしていく、トップは現在3コーナーに入っていきます。会議1年よりスタートしました。現在トップは別に入っていきます。トップは3番、2番手には岡村が2番手に上がりました。岡村武が2番手ポジションを上げる音になっています。トップは10コーナーから最終ゼッケナンバー3番の宮城がいいスタートを切りました。トップ宮城、2番手に岡村、3番手51番山中です。オープニングアップ、2番グリッドスタートの岡村を捉えて、失礼、山中を捉えて岡村が2番手に上がっています。12周目の正義と現在クリーンがスタートしていました。2番手3番手入れ替わっています。トップは宮城、2番手には岡村、3番手山中、4番手坂入、5番手戸川、6番手に大野、7番手今橋のトップ7です。トップは10コーナーから最終11コーナーに入っていきます。トップから絶景ナンバー3番、ケースピード4の宮城、昨年のチャンピオン、絶景ナンバー1をつける岡村を従えています。2周目のファーストテストを取りましたのは、現在9番手を走っている宇田川です。40秒25差をマークしました。9番手の宇田川ファーストテストを更新、中盤で争っているマシンがファーストテスト、今 S 字から10コーナーに向かうマシンになります。そしてトップが10コーナーから最終、やや3台を抜ける形、宮城、岡村、山中がやや抜け出した3つ前、その後方が4位争いは栄える戸沢です。そして6番で徳永が単独でその後ろ、小野、稲橋、宇田川、この宇田川がファーストと撮影されました。この宇田川はまた2周連続のファーストと撮ったんですね。ラストタイムは39秒に入っています。39秒974、3周を終えて4周の集団が入っています。 X スターティー予選ヒート、現在4周目、さあさらにトップの3台がばらけている、宮城、岡村、山中、そしてこの周回で戸沢が栄えるを捉えて4番手に上がっています。戸沢が栄える、徳永オーダー変わっています。ここは4位争い、4周終了、5周目、そして宮城が4周目ファーストを取りまして39秒79。さあこの予選ヒート上位も39秒目に入ってきました。4位争いが大きな障害になりそうな感じ、6台のマシンが1つ大きなパッドになりそうです。さあこの5周目の宮城、トップの宮城がファーストトラップ39秒67をマークしました。予選完了、6周目、宮城、岡村、山中の一本目のワンパック、その後方が戸沢、高井、徳永のパック、さらには3台のパックなんですが、こう入れ替わるか、7番手が変わった、この宇田川、今その辺が7位らしいなんですが、どうやら宇田川が1つ前に出ましたか。トップ
入ってくる。これで折り返し6周終了です。ああ、また宮城がファーストスト、これ3周連続のファーストスト更新になります。折り返しを迎えました。 X スターティー予選ヘイト、トップ宮城、2番手岡村、3番手山中、4番手小沢、5番手坂井、6番手徳永、7番手後に今橋ですね、今橋7番手、8番手宇田川、9番手小野、10番手星野得点です。そして渡辺西尾、滝田西間といったオーダーになります。予選ヘイト、さあ宮城が一気にペース上げてくる。2番手とのギャップを0秒8歩上げています。宮城俊介5番から飛ばしています。少しリードを広げて単独今8周目、岡村山中がゴールドの上をと誰かさえ回るような勢い。そしてその後方、小沢、坂井、徳永もややどれかという形になりました。この後ろも今橋、宇田川、星野ちょっとやや後半のになりつつあります。8周完了、9周目、ついにトップ宮城、2番手岡村のギャップは1秒07に1秒のギャップが広がりました。宮城俊介ランキング1位、今季2度の優勝を飾ったことがある宮城俊介です。トップが10コーナーから最終、10周目、岡村の自己ベストタイムはマークをしてるんですけれども、宮城とのギャップが縮まりませんね。同じ39秒6で回っているんですが、宮城の方がタイムがいいです。ビッグスターティー予選ヒート、まもなく10周完了、10周に入っていきます。完全に宮城が抜け出す。単独トップ、岡村、山中、戸沢、徳永、坂入、そして今橋、宇田川、星、さらにはその後方は15番手、小野、11番手、渡辺、12番手、西島、13番手、豊洲、14番手、西尾、タッチャーがトースター上がりませんね。前半の SS のフリーゴール活躍としてタッチャーなんですが、15番手にドロップしています。さて、2番手変わりましたか？なあ、2番手入れ替わった。山中が2番手上がっている10コーナー。そしてファイナルイン。10コーナー狙っていました。山中シーマ2番手登場です。岡村は3番手に交代になりました。前回のウィーナーの岡村なんですが、この予選ヒートは3番手です。予選ヒートは3番手、岡村拓留ポジションを落としました。ファイナルイン、トップは今宮城が今最終コーナーに入っていく。予選ヒートはゴールシッターの宮城が完全フィニッシュになります。そして先ほど岡村を捉えて山中が第2位、山中が第2位、3位は岡村、戸沢、徳永、坂入、宇田川、今橋、星、小野、結果となりました。 X30 の予選ヒートは全車結果ということになりました。3番の正式の宮城俊介選手が見事にこの予選ヒートは東京フィニッシュ。暫定ではありますけれども、午後の決勝レースとこうしたということになりそうです。